雷雨による、氷土流出。土壌層において、氷土は、植物遺体などが堆積した、黄層の下にある、栄層を構成している。氷土は、地上の土壌層のうち最も表層部にある土壌のこと。氷土は、有機物や微生物を最も豊富に含み、土壌における、生物学的な活動が最も活発に起こっている、土壌である。より深い層の土壌に比べて、 非常に肥沃であるため農業などに利用される一方豪雨などによって表土やそこに含まれる有機物が流出するなどして水質汚濁を引き起こすという側面もある。表土は農業用や園芸用などとして一般的に販売されている。市販される表土は袋詰めのものとバルクという2種類に大きく分けられる。以下の表は その2種類の氷土における特徴の違いを示している。農業や園芸などにおいては、使用する土壌が植物の生育に必要な条件を満たしているか、どうかが重要になる。以下に農業などに用いられる土壌に求められる栄養分などの基準を示す。氷土は、植物や土壌生物の生息地、有機物の分解の場、水分や空気の保持といった機能を有しており、人を はじめ極めて多くの生物の生活基盤となっている。特に植物は強度に根を集中的に生やし、その層に含まれる栄養素を利用しており、植物の生育に対し非常に重要な役割を占めている。そのため、前述の通り農業や園芸といった分野で非常に重要な役割を果たしており、庭土や芝土の土壌を改善する肥料や、 コンテナガーデンなどでガーデニングを楽しむための材料などとして広く利用され商業的な生産が行われている。一方、豪雨や氾濫、風化などによる氷土の侵食、流出が人的被害につながることもある。土壌侵食による経済的損失は1年あたり450億ドルに上ると推計されている。特に農業においては、 強度を失うことによって収穫量の低下などといった損害をこむるため持続的に強度を維持するための技術開発が進められている。なおアメリカ合衆国において1年間で農地1エーカーから消失する強度の量は約3トンと見積もられている。厚さ1インチの強度が一度失われた場合自然に回復するためには約500年が必要と考えられており 生態学的にも強度の消失は大きな問題として扱われる。ありがとうございます。